そうするとここで一つプロとアマチュアというかな、住まい手さんの、まあ、職能っていうか、まあ、役割分担みたいなものが、まあ、一つの線ができるみたいな。でプロが責任を持って作るストックです。それをちゃんと用意してあげる。でそれに対して住まい手がその中で自分の手で作ってもいいです。あるいは、まあ、誰か別の人に、全く別の人に頼んでもいいですよ。それは自由です。これ自由な部分なんですね。でさっきの長期有料住宅とか、その住宅の資産価値みたいな話がどん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 今ね、がんじがらめな方向に来ていますね。で、そうすると僕ら設計やってるものとしては非常に不自由な思いです。で、その不自由な思いをして、じゃあダメだって言っちゃうのは簡単なんですね。じゃあダメだって言うんじゃなくて、やっぱり社会が求めているその資産価値的なものは、やっぱりね、ちゃんとサポートしてあげなくてはいけないなと思います。で、その上で何が自由ができるか、何が僕らの手の内にあるか、これはね、建築家として生き残るっていくための一つの道かなとも思っているんですけれども、それがハーフビルドと実はリンクします。ちょっと繰り返します。社会的なストックとしてプロが提供するスケールと。で、これは実は量産化可能かなと思います。でプロダクト化とか量産化とかですね。で、そういうか、流通とそういったものがこうリンクしてくると、価格もリーズナブルになる。そういうリーズナブルに使えるスケルトンを提供できる。